健康のための体の動作1運動嫌いな人が運動不足になる運動が好きな人というのは運動の楽しさや充実感をすでに心に刻むことができた人なのですよく言われる運動の健康効果に表1のようなものがありますこの表を見るとすぐにでも運動したくなりますね人間は 動物として動くが基本になっており、動くことで生命をつなぐ本能というものが備わっているからです。動く生き物それが動物なのです。それなのに運動嫌いな人が多いのはなぜでしょうかそれもやはり人間が動物だからです。すべての動物は少しでもエネルギーの無駄な消費を減らすということだけをひたすら言っています。 必要以外に動かない、それが鉄則です。最小限しか動かない、なのに求められる運動能力は最大限です。動物は、餌取り行動を起こすとき、発情期間中の行動、それぞれ、最大限の動きをします。その運動の最大値が大きければ、大きいほど、行為の保障が高まるという理由があるからです。運動能力が最大でない。 それは、病気の時時か死ぬ時です。運動は体にいい。体を動かして健康になろうという概念は比較的新しいトレンドです。古典例えばインドのアーユルベイ大学の中には消化力を増して抵抗力をつける食事による害をなくすなどの目的で運動を進めています。 楽しみななががら行ううとといいのが原則となっています古代中国ではシルベインアン動員暗鏡という体の動作法がありましたシルベインアンは中央より出ず国の中央部の人たちは農産物が地方から集まり食が豊かな割には体は動かさないまた湿度も高いので病気も多かったのでしょうそのような人たち向けに 体を意図的に動かす運動が必要だったと思われます。時が過ぎて、中国では、つい581-618の時代に入ると、あんまという都市療法が生まれます。日本に輸入されたのは、奈良時代、養老年間717-724以降ではないかと推測されます。養老律令では、あんま博士、あんま氏の職位がある。 しかしこれらは治療者が病人を手術するいわゆる受け身的なパッシブヘルスです古典では病気に対抗する手段として自分で体を動かすアクティブヘルスがありましたしかし時代とともに能動的でなくむしろ受動的なパッシブヘルスへと移り変わるようになります